ええと思う。おやっぱり悪くない発案やと思う。大満足です。大満足ですか。はい、とっても美味しそうにできて。海外に住んでいた頃、私は一時帰国するたび、うん、一人暮らしの祖父の家に泊めてもらった、うん、お正月に泊まった時、お雑煮を作ってくれた、うん、シンプルであれほど美味しいお雑煮は食べたことがなかった。お礼をしなければ。そう考えた私は当時住んでいたポーランドの家庭料理ビゴスを作ることにした。これを嫌いな人はいないという自信があった。でも祖父は無言で食べるだけで結局私の料理について何も言わなかった。なんだろう、ビゴス。ビゴス。バンボビンボバンボバンボビンボバン。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうぞ入りください。記憶さんの杉浦さんです。こちらがビゴスの材料。メインとなるのはキャベツとキノコです。おー、ビゴスとのを教わったのはどちらなんですか。教わったのは留学中に出会ったお友達の、はい、お母さんに最初教わりまして、はい、ポーランドへ留学していた記憶さん。いいな、ポーランド。そこで出会ったのが現地ではポピュラーな家庭料理ビゴスでした。基本的にはクリスマスの時に食べられる料理で、ほとんど全部の家庭でビゴスは食べると思います。どうしてポーランドだったんですか。もともとヨーロッパの言語がやってみたくって、はい、まあ、何語でも良かったんですが、ドイツ語とかフランス語とかやっても、はい、趣味で使う程度にしかできないだろうと悟ったので、ちょっとマイナーな言語をやれば、世の中の役に立てるレベルになるかなと思って、もっといい理由で始めたらよかったんですけどね。なんかショパンが好きとか。理由はともあれ、今ではポーランド大使館の職員としてその能力を存分に発揮しています。この番組、美味しい記憶聞かせてくださいっていう番組なんですけど、はい。Opowiedz mi o pamięci u ciebie o o dobrym smaku. すごい素敵な番組聞こえますね。綺麗な声。さて、一通り食材を切ったら、こちらがビゴスに欠かせないもの。なんだろう。これがザワークラウトですね。ザワークラウト、はい、ポピュラーな食材ですか。そうですね、ヨーロッパではかなりたくさん食べられているものだと思います。どういう感じで食べるんですか。肉料理の付け合わせですとか、煮込み料理に入れたりとか、はい、スパイ系のよく食べてたイメージ。わからないですね。いや、これ私もすごい経験ある。開けましょう。開かないんですよ。よろしいですか。力強いですか。いや、なんでよ。なんかわかんないんですけど。手汗が全然。いや、これめっちゃわかる。開きますか。めちゃめちゃわかる。そんなに。ちょっと別の方法で。この酢漬けの瓶ってなんか開かないんですよね。いや、わかる。私もこれやった。あ、何かが今、シュパって。おお。素晴らしい生きる能力。もう今日の工程半分は終わった気がしますね。なんか結婚しそうですね。もう今ので嬉しい。嬉しい、おかげさまで。さあ、それでは調理開始。玉ねぎ、豚肉、ベーコンを炒めて。ポルチーニがメインです。ポルチーニ。はい。ポルチーニだけなど、さまざまなキノコの戻し汁をお鍋に投入。もう味のなんか感じが分かんなくなってきた。これがローリエ。ローリエ。この粒がオールスパイス。オールスパイス。何ですか、オールスパイスって。で、これがクミンですね。クミンシード。これがマジョラムです。マジョラム。はい。味分かんない。さらにプルーンも加えます。ヨーロッパでは果物と料理を合わせることは一般的なのだとか。へえ。黒のザワークラウドですね。
あんな言えるの思い出のザワークラウト酸っぱいのか甘いのかわかんないですねこれ。どっち主役のキャベツ、キノコを入れてしばらく煮込みます。これおじいさんに作ったんですね。はい。どういったおじいさん。じいちゃんどういう寡黙な人でしたね。寡黙な、ほとんど喋らない。ポーランドでの生活を続けていた頃、一時帰国するたびにおじいちゃんの家でお世話になっていた記憶さん。まあ、毎日とっても素敵な朝ごはんを作ってくださってたのと、あとあのお雑煮を素晴らしいものを作ってくれて、とっても美味しかったんですよね。結構お料理が上手なんですか。上手だったんです。和食はもう本当に一通りすごく上手に作るおじいちゃんで、何か彼の知らない食べたことのないような食事を作ったら喜ばれるんじゃないかなと思って、あのビゴスにしました。はい、はい、おじいちゃんは見たこともない異国の料理、その感想は？何も言ってなかったですノーコメントでした。ノーコメントなんですか。でも全部食べてましたし。あ、なんかじゃあお口にはあった。多分あったんだと思います美味しいから食べるんですよ。そんなおじいちゃんとの思い出のビゴス。待って本当分かんなくなってきた味が。最後に少量のトマトピューレと焼き目をつけたソーセージを入れてかき混ぜれば完成。どうですか、出来栄えは。大満足です。大満足ですね。はい、とても美味しそうにできて、私も実は久しぶりに作ったんですけれども。はい、ポーランドの家庭の味、ぜひご賞味あれ。やった。はい、わんぱく食い。美味しいんだ美味しいんだ美味しいんだ。いただきます。おお、なんだこれは。スパイス、ふわっと鼻に抜けた感じがスパイシーで、でもなんかその酸味もそんな強くもなく、ないなんか美味しいですねこれ。あれです、あれサクサクいけちゃう。ポルチーニだけ、そのだからいわゆるキノコの旨味、あ、美味しいです。美味しいです。でも確かにこれは日本の料理にはないです、うん、だから多分おじい様無言になられたんじゃないですか、うん、だからあれと似てるねとかじゃないもん、うん、これ、ね、おじい様が作られたお雑煮はどんなお雑煮だったんですか。すごくシンプルだったんですけれども、うん、穏やかな感じがしましたね、はい、鶏肉とかそういうなんかこう旨味といいますか、お出汁系は何が。おそらく昆布と煮干しだったと思います。あ、じゃあ随分シンプルな。シンプルな。でも杉浦さんみたいな方やから、うん、おじい様のまっすぐなシンプルな味をちゃんとこう受け止められたんだと思います。もう私みたいな、またなんか菓子は入ってないみたいな、こう油身足りひんみたいな、なんかもう一品食べたいな、うん、割と厳しいおじいさんだったので、うん、そういう文句を言わせないというか、出されたものは食べなさいっていう雰囲気だったので。でも美味しいんでしょ。美味しかったです。お荷物です。もう送ってこなくていいのに。お母さん、料理する暇なんてないよ。芋煮のコツはね、アク抜きないよ。アク抜きって、どこ抜くのお母さん、毎日これやってるんだ。上手にできたじゃない。離れているから、ちょっと素直になれた人はご飯でつながっている。キッコーマン